はい、皆様お待たせしました。ビジログチャンネルのお時間でございます。4月3日夜8時でございます。4月が始まって3日も経ってしまいましたね。はい、久しぶりのビジログチャンネルな気がしますけれども、本日のゲストホイドロの皆さんお迎えしてお届けしたいと思います。そして私はビジログの、いつもながら天の声を務めさせていただきます山本孝でございます。よろしくお願いいたします。ホイドロさんはですね、もうちょっと足元映ってますけれども、明日エウレカリリースということで、今日はその辺のお話をたっぷり伺いたいなと思っていたり、まあ、一応ビジログチャンネル初登場っていうのもありますんで、どんなバンドなのかとか、結成のいきさつとか、そういうのも改めて聞いてみたいなと思っておりますので、最後までお楽しみいただければと思います。そして今日の会員限定コーナーはあれですね、生電話しようかなと思っております。ホイドロのメンバーとお話ししたい方いらっしゃいましたら、今出ております、上に知恵チャットマークfixer.co.jp こちらの方まで電話番号をお送りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。メール、質問とかも同じメールアドレスで受け付けておりますので、もうたくさんね来てるんですけれども、番組中できる限り紹介しようと思っておりますので、メールこちらお送りくださいませ。生電話の方は電話番号を書いてお送りください。そして電話するときはですね、僕非通知でかけますので、非通知設定の解除だけよろしくお願いいたします。たまにかかんない人がいるので、はい、そちらよろしくお願いいたします。ということで、ご説明は終わりましたんで、じゃあ早速本日のゲストに登場していただきたいと思います。大丈夫ですか？大丈夫ですね、大丈夫ですね。ホイドロの皆さんです、どうぞ。はい、来ました。なんでそんな静かホイドロです。ホイドロです。ホイドロです。やっほー。なんでそんな静かなんか急になんか、ね、さっきまであんな騒いでたのに。騒いでないですね。静かにしてた？してた。してないでしょ。あ、BGM がちっちゃいってこと？これでぐらいちょっと音が鳴ってた方がやりやすいよね。あ、そうですね。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。大丈夫ですか？はい。一応本番始まってますからね。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ようこそいらっしゃいました。ビジログチャンネルは初登場。そうですね、初めてということで。ですけれども、まあ前ね、ビジログ7周年の透明版ツアーに全部オープニングアクトで出ていただきまして、はい、その施設は大変お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、まずは自己紹介しましょうか。そうです。どういう順番でいきたいですか？じゃあ僕からいきたいと思います。はい。ボイドルボーカル、綾瀬奈々です。よろしくお願いします。奈々さん、お願いします。じゃあお隣いいですかね。こっちですか？どっちですか？はい。こっちですか？はい。そっちかい。はい。ボイドルギターの凪颯太です。よろしくお願いします。颯太さん、お願いします。髪色変わったんだよね、今日。本当だね。ポスターとも早速色が違うっていうね。そう、飽き性なんです。飽き性。颯太さん、お願いします。じゃあ続きまして。はい。ベースの綾瀬蘭です。よろしくお願いします。綾瀬さん、お願いします。ます、はい。そして、そして。はい、ドラムの星名亮です。お願いします。亮さん、よろしくお願いします。この4名がホイドルでございますよ。今をときめく、はい、今一番なんだろう、勢いがあって若手ナンバーワン、今年大ブレイク間違いなしと言われているホイドルの皆さんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。多分ビジログチャンネル出ていただけるの今のうちかなっていうね。いや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 、もう毎週出たいよね。毎週、毎日で、毎日、毎日はいいや。まあ一応いいや、ダメです。ございません。はい、ポイドルの皆さん、明日、エウレカ2枚目のシングルがリリースされるってことですけれども、はい、今日フラゲビダンでもうゲットした人もいるのかなと思いますが、すね、なんかちょっと見てる人ももうたくさんいるんで、なんかコミュニケーション取ってみます、視聴者の方と、はい、ちょっとお話ししたいですね、はい、なんか投げかけてみてください、はい、じゃあそうですね、まあ、新生活が始まったということで、うん、皆様友達はできましたか？新しい学校始まった始まってないのかな、まだ始まってないんです、まだ春休み中かな。ああ、そうなんですね。そういうの疎いからな。まあ疎いって言わないそれ。何世間知らずな。あ、そうなんです。疎い。疎い。疎いって言って。まあまあまあ聞いてみましょうか。はい。はい。友達できましたかと。新生活。新始まった。あ、春休みか。そうだ。そっか。そうだ。じゃあ春休み満喫してますか？に変えていいですか？春休み満喫してますか？春休み満喫してますか？ちょっとタイムラグあるんで。あの無視されてるわけじゃないです。あ、できま、うん、あ、できましたってもういますよ。たくさんできたって。お、今日誕生日やった。おめでとうございます。おめでとうございます。本当におめでとうございます。4月2日
3日だよ。3日だよ。時が止まったらやる。ザワール。ザワール。もう日にちも分かんないぐらい忙しいってことですよね。そうですね。ね、新入職員が来ました。お、友達いないよ。でも片言で。塾ある。ありがとうございます。できました。うん。ちょっとそうだ。皆様に質問です。はい。花粉大丈夫ですか？花粉症ね、辛いね。今年から俺花粉症だからさ。大丈夫。同じく。あ、今年からなんですか？やばいですね。もう、ずっと風邪ひいてるみたいな。って書いてある。これ、俺の髪色見て言ってるの。あ、そういうことね。あの全身タイツね。いや、かゆいですね。目かゆいってね。花粉症はね、きついですね。僕、全くなんですけど。なんだよ。ランちゃんはなんか、皆さんにお話とか、うん、そうですね。じゃあ今何してこの放送見てますか？こう何しながら見てる？そうですね、何しながら、なんか飯食いながらとかいろいろあると思うんですけど、あれぐらあれぐらしながらあれぐらこう多分タイムラグがあるんでそうそうそうか、かあの花粉じゃねえわ、ラグがね、そうそうそう、花粉症ひどいですよね。漫画読みながら、おお、宿題頑張ってます、あ、毎日やられてます。どういうこと？これもだよ。春休みって宿題あるんでしたっけ？今結構あります。どうなんだろう。ある。いや、あれ全然わかんないっていう。え、俺が集中してるって書いてある。カフェラ飲みながら。春休みの課題ってなんかめんどくさかったイメージあるね。やったことない。春休みあったっけな。ありました、ありました。あるんだ。あ、放送に集中してます。部屋にこもって仕事しながらこっそり見てますって方も。中高はあるんだ。すいません、疎いんで、その辺。疎いんですよ。りょうちゃんは？ご質問は？じゃあ花見行きましたか？花見ね。うちのメンバー花見行った？行ってない。誰も行ってない。なんか動きながら歩きながら見たけどね。俺花見行った。花見っていう花見は誘ったのに出たんだよ。あ、夜のやつ。家の近くにあの夜桜が見れるところがあって、そこに行ったんですよ。でランを起こして行こうと思ったんだけど、うん、全然起きなくて。うん、ね、眠かったの。あれ明日行くって言ってますよ。明日？あ、東北でも東北まだ。あ、まだなんだ。あ、そっか。地域によって違いますね。桜前線今どの辺なんですかね。新潟ぐらいですかね。桜前線。あ、青森咲いてない。南から来た。そこはいいよになる説明して。大阪はそうですよね。東京はもう多分ピークは超えましたもんね。うん。だいぶ緑散っちゃってましたね。緑色がまた来てますよ。リア充だよ。桜カラーが。はい、これ見て花見気分味わってください。千葉咲いてます。あ、咲いてるんだね。あ、ぽいどりさんは行かれたんですか、花見は？僕だけっぽいですね。一人だけ、はい、でもなんかお昼に行ったとかじゃなくて、うん、普通になんか散歩しながらみたいな、夜ライブの前の日に寝れなくて、うん、近くで散歩しに行って独り占めしてました、夜桜を。それお花見っていうの？ん？それお花見っていうの？お花見だよ。花ぐらい見たよ俺も。じゃあ桜を見るのがお花見。あ、でもあれ桜え、ブルーシートをちゃんと引いてこう飲みながらが花見じゃない？違う、この散歩してた花を見るのを、桜見るのも花見。それも花見。あ、じゃあ花見してるわ。言ったじゃん、だから。じゃあしてる。何の話？定義が分からんよな。じゃあみんなしてんじゃん。ここからみんなしましたね。勝手に視界に入ってくるもんな、いすぎて。ああ、そうじゃん、桜が。ああ、はい、うん、ということで、はい、というわけでもうコミュニケーション取れましたんでバッチリね、はい、じゃあ今回はちょっといろいろお話を伺っていきたいなと思いますけれども、初登場なんでビジログチャンネルは、まあ、初めて見る方も多分たくさんいらっしゃると思うんですよね、はい、ポイドルをね、動くポイドルを。そうですね、動くポイドルで今日が初めてって人もいるかもしれないんで、まあ、まずそう、もう今のうちしか聞かれないと思うんで、はい、結成のいきさつとか聞いてもいいですか？結成、バンド結成の。そうですね、僕らはですね、あの僕とこのベースのランが兄弟なんですよ。そうなんですよね。で、はい、最初に今バンドやろうかってことで、うん、兄弟で、それでまあいいメンバーいないかなと思って、うん、なんか紹介されてこういういいのいるよみたいな感じでソータが見つけて、うん、おパンチあるやつおるやんってなって、なんかすごい髪色が変だったんだよね。ん、髪色が変じゃん。変って言うと違うんだよ。なんかどんなやつだっけ、うん、忘れちゃったんだけどさ、なんか金髪からのこっちピンクでこっち緑だった。なんかそんなしてたな。うん、基本派手髪だったんですね。派手髪でした、ね、うん、
これなんか逆に落ち着いて見えるぐらい派手な感じ。それもないよ。ぐらいの派手髪だったんですけど、これもね。で、初めてお会いした時に、うん、なんか、ソータと初めて会った時に、うん、パーカー着てきたんですよ、服を、うん。そのパーカーに思いっきり殺すって書いてあって。